これ馬肉？黒糖めっちゃ開けた瞬間から黒糖の匂いがすごい。旬から。なんかロマン溢れる瞬間ね。ノルディスクのテント一個欲しいもん。わから買ってくれたら嬉しいなとは思うけど、可愛くない？これが欲しいです。こんにちは、ファンライフです。今日はキャンプ沼の旅です。今日行く場所はちょっと遠出して熊本の方に向かっています。そこは1年ぶりに行く場所になるんですけど、どんな商品に出会えるか楽しみです。それではレッツゴー。ちょっと立ち寄りで道の駅河北に着きました。なんか昔の建物みたいで可愛いね。可愛いね。ちょっと行ってみますか。牛丼食べたい。ほんとやん。美味しそう。赤牛丼2300円。めっちゃ朝ですよ。え、全然食べれる。いきなり団子とか。何？あったかい？うん。食べるか？食べよう。まずはじゃじゃん。肉まん。ただの肉まんじゃないよ。馬肉使ってるんだって。阿蘇の馬肉を使ってる。で、もう一個が熊本といえばいきなり団子、黒糖と抹茶。初めて食べるくない？抹茶とか。いや、初めてよ。結構がっつり買っちゃったね。やっぱ腹ごしらえせんとね、キャンプ沼の旅も行けんけんね。頭が働かんくなっちゃうけんね。そういろいろ買っちゃうよね。食欲が満たされれば物欲も抑えられるんじゃない？であればいいけどね。お肉食べようか。これ馬肉？うわー、いい匂い。食べて。おいしい。本当。ちょっと豚とは違う。わかんないや。わかんない。でも美味しい。なんか馬のちょっと臭みがあるような感じがする。豚とはなんかちょっと違う。わかる？うん。ヘルシーな感じ？めっちゃ美味しい。うまーって感じ？まあ抹茶いきなり団子。すごい湯気が。皮もっちもち。芋もめっちゃホクホク。あ、芋甘い。ほんとね、なんかほのかに抹茶の味がする感じ。優しい、抹茶って感じよね。多分皮が抹茶なのかな。芋めっちゃ美味しくない？美味しい美味しい。黒糖めっちゃ開けた瞬から黒糖の匂いがすごい。旬から黒糖、もうなんかこの匂いをお伝えしたいぐらい。めっちゃ黒糖。また全然違うね。こっちちょっとさっぱりした甘み。こっち結構ガツンと甘いよね。ここのいきなり団子、皮がもうふっくらしとるね。で、一個でも結構お腹たまる感じの。すごいね、道の駅河北。初めて来たよね。初めて来た。これは食べ過ぎ注意報。道の駅のすぐ横にね、プールがあるね。夏場とかは開放されるって書いてあったね。プールで遊んで、道の駅でなんかご飯買ってとかできるよね。で、川もね、ここ流れとるよ。見て。で、テラス席もすぐ横にあるけ、なんか買ってすぐ食べれていいよね。屋根があるけ、雨の日でも大丈夫そう。ママなんかおったよ。あれなんて書いてあると？福袋。わからん。お布施やろ。お布施。そう。ホテイじゃないと、ホテイソンじゃないと。ちょっとお参りせんと。七福神、七福神じゃなくて、七福神。いいことありそう。笑顔が絶えんじゃない。お手柔らかに。はい、到着しました。今回お邪魔するお店はこちら、うつさんです。うつさんね、大好きなお店でね、ちょっと来たかったけん久々来れてめっちゃ嬉しいです。楽しみやね。早速行ってみようかね。あ、めっちゃ変わっとるくない？1年ぶり来たら。本当ですね。すごい。めっちゃ綺麗じゃん。ね。おすすめギアを紹介していただくウッズの井上さんです。おはようございます。おはようございます。1年ぶりに。お久しぶりです。お久しぶりです。よろしくお願いします。はい、実はこちらなんですけど、光物系でですね、ちょっと非常に人気度が高い、うん、ステンドグラスを使ったですね、グラスルーツっていうですね、こんな感じですね。なんかロマンあふれる商品ですね。皆さん大好きなオールゼロが入ってるんですけど、ステンドグラス系ですね、ちょっと今結構上がってきてまして、ああいうシェードが結構流行ってたんですけど、ちょっとしたこうおしゃれな演出を今人気度が出てまして、でもっとちょっといっぱい商品があったんですけど、ちょっと非常に人気があってですね、ちょっと数が少なくなっちゃって申し訳ないですけど、特にちょっともう一つ人気度が高いのがコールマンのルミエールランタン用のシェードモード。通常の形はですね、もちろん純正でも十分可愛いんですけど、さらにちょっとバージョンアップするっていう感じですね。ちょっと岐阜県出身の方がです
ね、立ち上げられたブランドでですね、で結構もうオンラインストアの方でもですね全然手に入らないので、うちにちょっと特別に優遇して入ってきてくることがあるんですけど、見つけたらですねこれはもう宝物だと思って、じゃああれやこれは見つけたぞっていう感じで、やっぱ全然雰囲気が変わりますよね、温かみがあるというか、なんかキャンプのテーブル付近だったりとか、サンテーブルとか、これはですね結構女性男性の方関係なく好きな方と、あとまあコレクターの方もいらっしゃる、1個じゃなくてですね集めたいっていう感覚の方もいらっしゃる、今結構来てる商品ですね。店員さんおすすめお願いします。ちょっと珍しい商品でこちらなんですけど、何に見えますこれ、これあれじゃないかな、しゃもじとかですかね。しゃもじです。これはですね、まずバターナイフ、パンにですねバターとかジャムを塗ったりとかするとアイテムなんですけど、ちょっと珍しいと思うんですけど、名前がこれテタールと言いまして、すごい軽くてなんか触り心地めっちゃいい。これあのオタマジャクシをちょっとイメージしてちょっと作られてるっていうところ、実はですねちょっと熊本県出身のですねちょっと芸術家さん、高妻さんっていう方がちょっと作られてる作品で、ちょっとうちのアウトドア用品店にも入ってきてるんですけど、非常にちょっとおしゃれでデザインとしてもすごくいいんですけど、ちょっと見ていただくとバターナイフって基本的に使い終わった後って多分こうやって置いたりすることが多いですよね。なんとですねお皿の上に置かなくてもこうやってこう刃先がつかないようになってるんですよね。このアイテムとしてはですねもちろんアウトドアとかキャンプでも使えるんですけど、ご自宅でももう兼用して愛用できるっていうところがいいところなんですけど、バターを塗ったりするだけじゃなくてチーズ切ったりとか、ちょっとした柔らかいもの系を切ったりとかするときにも使えるんですけど、使い終わった後にやっぱ刃先がやっぱりこう食材がつくので、どこに置こうか問題があると思うんですけど、捨ての部分を置いていただくだけで刃先がつかないっていう、実用性と、まあ、アートをこ うまくこう組み合わせたおしゃれな作品なんですけど、そういうミシュランの三つ星を取ってるレストランにも置いてあるっていう品がですね、なぜかうつにも入ってきちゃってるんです、まあ、こういうアイテムをですねキャンプでもちょっと持ってってもらうとですね、なんだこれはっていうとネタにもなりますし、あとですねちょっとしたこうプレゼントにもいいですよね。キャンプ用品とかアウトドアを相手の方に何渡そうかなって悩まれると思うんですけど、やっぱ誰ともかぶりがないものだったりとか、まあ、欲しいものって多分ご自身でこう集められることが結構多いと思うんですけど、こうちょっと意外性があるものもありますし、バターナイフってなかなか自分で買ったり合わせないです、ね、買う機会がないけもらったら嬉しいかもです、はい、でこれよく見比べてもらうと分かるんですけど、大中小って分かれてるんですよ、本当や、はい、あ本当だ、まあ、一つ一つちょっと綺麗にですね、手作りで作られてるんですけど、オンラインとかでは出てるんですか？いやオンラインではちょっと出てないんですけど、まあ、店頭の方でですねしっかりとこう見ていただいて、そうですね、プレゼントとしても、まあ、自分のですねちょっとご褒美としてもですね、ちょっと選んでいただくと面白いと思います。3つ目お願いします。可愛、はい、らしいテントがメーカーはですねノルディスク、ウトガルドっていうシリーズはちょっと前からあったんですけど、これちょっと2つの顔をちょっと持ってるんですね。ここに SK やスカイって書いてあるんです、うん、スカイって何なんだろう、何だと思います、まあ、空を飛ぶ飛ぶ答えはですね、個人的にちょっとなんかスカイモードとも言ってるんですけど、こっからですね、うん、跳ね上げができるんです、まあ、こういうスカイモードといって、うん、一旦こう半分をちょっと跳ね上げてタープのような感覚で使うことができるっていう、2つの顔を持って非常に開放感があるようにちょっと跳ね上げて景色を楽しんだりとかです。例えば冬寒い時期とかですね、おこもりキャンプとしてウトガルド通常張りっていうのをしていただいてもいいんですけど、まあ、これから気候がもうちょっと暖かくなってきてちょっと風を感じたいなとか、あと今日は一泊できないけどデイキャンプ行こうかなとか、なんかそうなった時には今日はスカイモードで行こうみたいな感じですね。もう一回こう半分開放させて目の前の景色を楽しみながらですね、一つアレンジが追加されたウトガルドスカイ 13.2 っていうんですね。まあ、北欧テントはですね非常に乾きやすいですし、生地的にも厚みがあるので日が強い時にもやっぱ涼しく過ごせますし、ちゃんと影も取りながら開放するっていうことであれば風を感じることができるので、これはですね結構いいテントですね。めっちゃ可愛い、すごいね、結構広いね、広い、こう普通に立てるし、だいたい6人寝れる用テントなんですけど、まあ、ファミリー層の方にもおすすめできますし、デュオキャンパーの方は2人でちょっとキャンプしたいとなった時は半分は寝る空間作って半分は過ごす空間作ったりとかもできますし、こう真ん中にテーブルを置いて、なんでこう座敷スタイルみたいな形でこう楽しむっていうこともできますので、メッシュの部分がですね前も後ろも同じように開くので涼しいんですよね。ちょっと暑いなとかですね、換気しようかなっていう時にはすぐこう開けられるんですね。一応コットンなんですけど、ノルディスクさんが独自で開発しているテクニカルコットンって言われるものです。もう特徴としてはですね非常に乾きやすいのでいいですね。すごいね、欲しくなっちゃう。いや欲しくなるね、ノルディスクのテント欲しいもん。的にですね、このポット、めちゃくちゃこれ使いやすい。
やすいんですよね。これポットだけじゃなくてコーヒーも入れられる。上に粉を入れてドリップするだけなんですけど、フィルターも使えますけど、フィルターなしで繰り返し洗って使えるので、結構ファミリー層の方ってみんなにいっぱいこう見したいけど、何回もこう入れ直さなきゃいけないとかあると思うんですけど、これだけ入ればもう1回で済みますし、1人2杯分ぐらいの余った場合はですね、もう1回温め直したりとか、これをこうやって押していただいて温め直します、ね、なるほど。結構ホーローなのですぐ温まったんですね。ブルーとですね、ホワイト、白があるんですけど、はい、この色なかなかないよね。はい、でまた置いとくとですね、見栄えがいいんですね。可愛いよね。確かに。じゃあ早速にね、早速行きましょうか。冬ぶこさんこうなったよ。ママ大好き冬ぶこ。私ここに欲しいのがあったんです。え、これこんなんあったっけ。これ何、これトランプケースや。すげえ。あ、でもマッチ入れとかにもできる。あ、なんかいろいろできるね。ね、かわいい。かわいいね。綿棒とか。おお。欲しいあ、そう、このポーチも気になっとったと。ほら、こんな頑張って開くとよ。いいよね。うんうん。こっちなんか下着とか入れて温泉行く。しっかりしとんね、うん。濡れてもすぐ乾きそう。ウェットスーツみたいじゃない。あ、これなんだろう。バッグ。こんなんもあるんや、三色、うん。ね、これはタイ。タイかも、これ。あ、これ保冷バッグじゃない？そうよ、キープクール&ホットで。あ、そうね。あ、ちっちゃいのは肉。へぇー。かわいい。あった。欲しかったやつ、ね。これが欲しかった。エコバッグ。エコバッグ？そう。これをインスタで見てずっと欲しかった。これの色か、ピンクで迷うよ、ね。え、よくな、温泉行くときとか。ちょっと派手すぎ、ママ。なんでどっちがいい？どっちがいいって、俺も完全こっちですよ。え、こっち。え、こっち結構迷って可愛いなと。え、こっち？ちょっともう四十なんで。え、四十だからこそやない。え、じゃあこれはちょっとキープで。勝手にキープする。でもこれあれやろ、ママの。それどれ？お小遣いで。あ、そうそう、お財布持ってきた。あ、まあ、あわよくばパパから買ってくれたら嬉しいなとは思うけど。はいはいはい。え、何色がいい？何色がいい？この三色迷う。そしたらピンクが可愛いから。ほら、ピンク可愛いって。あ、これ？うん、ちょっと似合われ。本当ですか？キャラクター。いやいや、キャラクターってキャラクター、キャラクターもっとドス黒いんですよ。意地悪ばあさん。意地悪ばあさん。いや、ママはどれがいいの？なんかやっぱこのピンクが気になっとったんよ。ああ、もともとが。そうそう。で、この水色も気になっとって、パパがピンクはって言ったらこっちもいいかなと思って。いや、まあでも自分がね、最後は気に入ったやつが、うん、どうしよう、迷う。もう何にも言いませんよ、私は。お任せします。そうね。あ、鏡見よう。で、こんな感じでね、プエブコさんコーナー豊富にあるね。やっぱりまな板初めて見たね。この形ね、カッティングボードか、バイオリン、なんだろう。バイオリンの形わからん。これすごい、うん、木のボール。かわいいじゃん、これ。あ、これイチゴかな。違う、イチゴじゃない。サラダとか、普通サラダ。あ、サラダ、あ、イチゴ。なんでイチゴなんだよ。こんだけの器にイチゴ埋めるの結構買わないかい。イチゴの季節になるけんかな。わからんね。これなんだろうね。キャンドル。キャンドルなんや。かわいい、ちっちゃい。ちっちゃ。あ、匂いついてる、しかも。どんな匂い？石鹸。違うかな。あ、石鹸。違う。わからん。シャボンとか言うんかな。かわいいね、でも。かわいい、これ。おしゃれ。もうこれ家にあっていいね。ね、かわいいね。プエブコさんのラグとかもね。あ、こんないろいろ種類があるんやね。ティッシュケースもある。あ、ティッシュケースまで。ね。かわいいね。あ、このラグ、この間見たね。あ、見た見た見た。それの青もあるんや。ほんと。へぇ、かわいいね。この間、クロスオレンジさんで見た牛乳植物の植木鉢っていうの。なんかいろんな植木鉢がありますね。ね、こんなちっちゃいサイズとかも。これすごいね。ギザギザな。時積み重ねてもほらぴったり合うよ。と、焚き火台コーナー。種類がいろいろあるね、うん、メーカーさんが分かんないね。ねえ、分からん。見て、ん、何、円、あ、大中小ある。 あ、全部揃ってるの初めて見たの。小って結構ちっちゃいよね。ねえ、かわいいよね。あ、大は結構でかいね。大きいよね。え、これ何、アロリ、イロリ、あ、イロリ、ね、イロリね。あ、私、あって言ったらもうやね。七輪、一輪、一輪か、七輪、一輪。あ、やっぱ可愛いね。可愛い。あ、ちっちゃい。可愛いね、ほら。うん、あ、もう手で持てるサイズ。軽い、しかも重そうに見えて軽い。あ、我らのハイムさんがある。あ、見て。こんなやつで風呂敷。持ち運びできますよって。確かに。遊ぶのチェアがある。かっけー。やっぱかっこいいね。かっこいいね。いやー、なんかもったいない、私には。
欲しいけど、こっちも遊ぶ。ここでもあれじゃない、ほら肘をカスタムしてるんじゃないと、ここね、広くなってる。ポールゼロとか入れれるのかな。すごいね、かっこいいね。ブルックリンコーナー。パパ、やっぱり私はこれが欲しいですね。え、このタンブラー初めて見た。え、これ重ねれるんじゃない。え、これか。え、これ良くない。可愛いね。やっぱ色いいな。だけどこれに、うん、ほらうちこれ持ってこの色のウォータージャグ、うん、もう同じ色やね。やっぱね。これ何？これゴミ箱？あ、ブルックリンさんゴミ箱もあるんやね。うん。あ、水溜めれそう。しかもこっち。あ、しっかりしとるね。ね。か汚れた時に拭き取れるんか。あ、かっこいいなこれ。なんだろう。ペグケースじゃない？ペグケース欲しいって言ったよ私。そうやね。言ってますよ。めっちゃペグがもうマジパンパンで嫌。あ、これシンプルでかっこいいな。しかもめっちゃいっぱい入るよ。あ、本当だ。取り出しやすそうだよ。長さが結構あるね、うん、うちのもうちょっと短いね。そうそう、うん、でパンパンなんよ。でこれいいね。やっぱこのマットもでもいいなと思うよね。こう滑り止めの夏とか。そうそうそう、うん、フィールドラックとかに置いとくってこと、うん、やっぱこう滑っていくもんね、うん、結構グラスがこう、うん、だコースターを下に引くか、こういうゴムのパッドとか。あ、なるほどね。水筒系かな。ブラックブルムわかりますペトロマックスってこんな鍋みたいなのもあると。ねえ、ミルクパンみたいな。かわいいやん。ちっちゃくてかわいいね。さっきのメーカーの弁当箱じゃないか。あ、これね、いいね。弁当箱欲しかった。あ、すごいパッキンついとるけ、えらいしっかりしとんかも。この弁当箱普通に欲しい初めて見たな。ねえ、初めて見たね。水筒もあるんや。あ、レザーがついてる蓋に、すごい。蓋なくさないやつ蓋なくさないやつちょっと待って、何？シェラカップ。シェラカップとかあったっけ。初めて見たかもしれん。かわいい。やばいやん。マグカップあるけどね、うん、お揃いになるやん。え、あったっけ。初めて見たよね、うん、え、かわいくないえ、かわいい。ちょっとこう同じ色合わせたくなるよね。かわいい。あと鉄板系、こんなん絶対肉美味しく焼けるやつやん。かっこいい。ちょっと重たい。ガチな鉄。ガチな鉄、うん、こっちフューチャーフォックスの鉄板。初めてやん。あ、ほらこんなヘラとここを取る、こうやる。こんなんあるね。これ村子さん見たことあったね。あるある。こっちはルーロー、ロースコ、ロスコ、わからんね。これかわいい、揃えようみたいな感じかな、うん、これかわいい。水筒じゃない？え、かわいいかわいいだけどちょっと戦時中チックな。わかる？こんなあるんだ。黒もある。かわいいんだけど。ちょっとした飲み物とか入れとったらいいね。スタンレーさんもなかなかいいですね。ねえ。と、こちらですね、いろいろなコーナー、うん、いろいろなコーナー皮膚規模？貴族のフーってするやつすごい。これなんだろうね。お皿？ディッシュコブ？あ、違うか。うん、綺麗やな。軽いよ。ちょっとこれフェザースティック上手ね。誰が作ったの遊び人さん。いろいろ入れれる小物バッグ。うーん、これからの季節にね。カーゴさんかな。3色あるね。カーキと黒と、はい、足もクラフト。おお、かっこいい。かっこいいね。シェラカップじゃないんか。取っ手がないけん。お皿すごい。これなんだ、土鍋。なんだこれ、重そう。重い。アヒージョとか。分からん。かっこいいね、なんか、うん、でも直火いけそうな感じ。ここミヤさんのコーナーかな。いろいろあるね、オプションのね。そう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 。これ何、これ、これ何、ホワイトベースキャンプ。あ、こんな感じでつく。あ、緑になったえ、すごい。ライトとここにオレンジと黄色、これ、うん、とちょっと暗くなって緑。あ、こっちはじゃあオレンジに光るんかな。あ、ここのね、押すところがオレンジやけ、うん、うん、多分ライト、うん、光る。ほら、あ、本当だ、オレンジ。へえ、面白い。どこのホワイトベースキャンプっていうところかな。で、いいんかな、うん、これなんだろう、このシェード。え、なに、レザー。あ、レザーじゃん。あ、レザー。え、レザーこんな硬いんだ。へすごい。コーヒーコーナーかな。めっちゃ可愛いね、ゴロゴロゴロって。これ何、あ、すごい、うん、いろんな形。これいいね、こう片手でいけん、疲れなさそうすごい。レザー巻いてあって、こんな感じで入れるんだって。ドリップポットの形、うん、すごい。え、このマグカップ可愛い。どこの、あ、一緒のメーカーだ。なんていうやつ。コレス。コレス、コレス。え、可愛い。いろんなのもあるやん、ほら、ね、これ欲しい。これかわいいね。家用で欲しいね、普通に。これが欲しいです。
あとこれがね、気になってね。これが4400円。ラスト1個ってやばいや一番やばい言葉。どうやってするんやったっけ、ママさん。これにコーヒー豆とかお茶っ葉とか紅茶の葉っぱ入れてお湯を注ぐだけでもうできて、これがほら邪魔になるやん。さあここにほっといて。なるほどね。でこのまま飲めますって。めっちゃママが気になってますこの商品かわいいんだけど。この間茶こし買ったもんな。でガラスで二重構造になっとんけん、うん、保温性が効いてるらしい。もうこれ1個で完結するっていうやつね。そうそうそう、だけど手軽にコーヒーとか飲めるよね。あ、であなたこっちでしょまた。そう、これがお家用に欲しい。いや何個もうマグカップばっか。多分女の人は分かる、みんなマグカップ大好き。あ、そうね。みんな好きですよねマグカップ。ほら欲しいです。いや私も欲しいほら色はこの2色。あ、もう売れちゃったんだって。あ、これ何色が人気でした。最初になくなったのはあのキャメルですね。左から3番、はい。赤とかグリーンはちょっと他のと違ってキラキラがちょっと入ってて艶感があってグリーンだっけ。それも素敵でしたね。あとはマットな質感ですね。これどこのメーカーさんなんですか、これ。岐阜、うん、このカップ自体は岐阜の。あ、で美濃焼きで作られてます。美濃焼きって日本製ですね。名前なんていうメーカー。コレスっていうメーカー。あ、コレス、はい、初めて見たね。ね、かわいい。このミルとかもあの充電式で電動のミルなんですよ。電動いいね。充電したら 2,30 回引ける、うん、すごいね。いろんなコーヒー道具があってね、かわいいね。どっちがパパは好き。いや、どっち俺はまあどっち、俺はこっちかな。こっち、うん、こっちのなんかこうなんていうん、独特なこう分かる、うん、へー、白可愛い気がするけどな。これで麦茶、麦茶飲むと白湯コーヒー白湯。ママさんこれ食いついて離れませんね。どう、ちょっとまだね保留。買うかどうかは楽しみですね。保留ですか、はいあとコンテナがあるね。うん、なんていうメーカーかな、それは。バンライフサプライ。あ、なんかちょっと聞いたことある。かわいいね。かわいい。色がいろいろあるね。あ、なんか車に合わせてこう乗せたらかわいくない？うん、サイズも。うん、いろいろと RGM ちょっと釣り関係とかがあって。ここレイバックなのね。あ、これもバンライフサプライってこのシャラカップ。綺麗な色やね。うん、かわいいね。え、これ一色初めて見たな。取ってまでね。へえ、これのカンカン持ったね、ちっちゃいの。我が家のステッカー入れにしてるね。そう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 。とランタンコーナーか。はい、ありますね。いっぱいあるね、こんな感じ。やっぱ俺ママこれ憧れるわ。これマイナーズランプか。へえ、綺麗だよね綺麗だよね。ほら、あ、光っとんね。光っとん。いつかね、欲しいなとは思いながらも、ママさんのお許しが出ませんので、なかなかね。こっちの形やだね。こっち可愛いじゃん。いろんな形があるんや。全然知らんの。知らんね。私、うん、これが欲しい。あ、知っとるこれママ。あのあれやろ、中にキャンドルを入れるやつやないと。そうそうそう。可愛くないこれ。これなんかやっぱ欲しいなって思い出した最近。この間やっぱりキャンドルの揺らぎが良かったもんね。癒されたよね、結構。あとは。ファイアメープルこんなもあると。本当は鍋。え、もしかしてさ、夜間スタッキングできるとかないよね。あ、なんか入りそうじゃないこれ。ちっちゃくて、あ、折りたたみできるんだよ、とってもここ。こう。あ、ちっちゃくなるじゃん。夜間とセットみたいな、ね、だいぶお気に入りでケトル使いよるもんね、うんうん、これ IH マークかな。あ、本当やね、いけるんじゃない。いけるならいいね。 IH も車中泊でも使えるってことや。そう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 、ね、車中泊用の鍋みたいなね。サイズはあと見たかないかんのか。我が家のピッコリーノはだいぶちっちゃいけどね。ピッコリーノやった、うん、ピッソリーノじゃなくてピッコリーピッコリーノです。 16.5 かな、16までやった気がする。あとコンテナ類か。こんな感じでやっぱこのハンプっていうのかね、この生地やっぱ気になるなと思ってね。なんかこういうの何買ってもいいなと思ってまあ使えるよね。そうそう、だけどほら、うちこれ持っとんや。これがちょうど入るじゃろう。あ、これにね、はめてみる。うんうん、こうほらスポット、ほら、あ、本当に入る。ちょうどジャストサイズ感半端ないねこれはい、あ、気持ちいい。ジャストミートや昔あったよね、そんな。ジャストピットじゃないとウィークエンダーか。この形可愛くない。うん、ねえ、これなんか遊び人さんのチェアサイドジッパーコンテナだって。椅子の横に置いてちょっとしたテーブルにもなるんかな。こんな感じでね、あ、だけど前が開くけん使いやすいよね。2色あります。生地も強そうやしね、やっぱり外に。
で、アノバのコンテナもある。大きいね。あ、でかいね。浅いけど広いね。そうね、浅いけん探しやすそう、ものが。ただ、これがあった。ジェリーマルケスさんかな、うん、めっちゃ軽くてさ、見た目重そうに見えるやん。めっちゃ軽いんよ。そうっすか。ご飯も炊けるらしいんよ。そうっすか。でフライパンにもなるらしいんよ、うんうん、そして可愛い。わかりました。お値段は可愛くはないけど。めっちゃ軽い。ノースフェイスのシェラカップ、これ、こんなんもあるんや。かわいいね、ここに、うん、ノースフェイス。ちょっと浅い感じで、こういうのをさ、みんなテントの入り口にしとると、あ、鍵、うん、ではない、こんなんじゃない。コマンダーがあるよ。グレーかっこいいね。あ、やっぱグレーいいね。かっこいい。グレーも買うか、まあまあ。2色買い。2色買い。これは185だよね。あ、めっちゃかっこいい。あ、レイアウトがおしゃれやな。かっこよすぎやろ。あ、何このテーブル。うちは物が多いけんガチャガチャしとるけどね。やっぱこんぐらいさ、少ない方がいいんじゃない。そうよね。あんま飾ったらダメなんやね、極論。、うん、うわー、いいね、やっぱり。いいね。なんかやっぱグレーちょっと明るい気がするな、上が。明るい明るい、光がね入るけん。ねえ、うち黒やけん、やっぱだいぶテント内が暗く見えるもんね、うんうん、やっぱテントの色で変わるね、雰囲気。とフェリノックスのテーブル、こういうのって結構ふにゃふにゃなイメージやったけど、おかしとんだよね、宇宙みたい。これめっちゃ高級椅子やろ、だってヘリノックスってフィットって感じ。あ、めっちゃ軽いやん。あ、そうなの。めっちゃ軽い。だけどコンパクトの人はこういうのがいいよね。これブルックリンワークスのテーブル。いいね。いいね。木目もね。これは何？外のバーナーとくっつけれるやつ。TB 缶で使えるのはいいよね。一応 OD 缶やけんさ。結構ね。コスパが悪いな。うん。あ、ベルクロートのテーブル。軽いわ。あ、本当。うん。あ、こっちもあるよ。ほら。あ、本当。すごい。めっちゃ軽い。とラグコーナーかな。うん。気持ちいい。こっちも。かわいいね。かわいいやん、クマさんがおる。見て、ナンガの寝袋の内側に入れるとベタつきを軽減したり衛生的に保つインナーシーツがある。これいいね、気持ちいい。サラサラしとるし、たまにナンガの寝袋ヒヤってするじゃん。夏やったらこれ1枚でもできるんだって。こんぐらいになるんだ。あ、ちっちゃいね。軽量化する人にはいいよね、登山とかね、やっぱね、うん、寝袋もね、メーカーいっぱいあるよ。本当だ。これママ何やったっけ。スナグパック。覚えとる。経験が上がるから。見て、かわいい。ノルディスク、寝袋じゃないと、オーガニックコットン入れとん時クッションとして使えそうだな。なるほどね、うん、で軽量化のコーナーかな。めっちゃ軽いね、やっぱ軽いもん。わ、これ私夏場いるんじゃない、日焼け防止。うん、テント立てる間こうこうやってね。でもほら、焼けにくくなるよ、こうしたら。こういうなんかお湯沸かすやつか、うん、え、ちょっと何それ。グルグルファイアン、ちっちゃいやつ。めっちゃちっちゃいよ、ほら。なんだこれ。ほら、ちっちゃい。手のひらサイズ。小枝とか。すごい、すごいね、うん、こんなんあるんやね。ね、かわいいね。とレザーケースがあるね。レザー商品か、ね、かわいいね、うん、あ、OD缶とか、ハンドメイドかな。おー、これ何入れ、これこれコインとかじゃないと、なんだろう、ピラミッド型っていうか、なんかね、いろいろありますね。ね、すごいね、かぶせて。おー、うん、すごい。とスパイスコーナーもある。これ初めて見た。アウトドア納豆ヤンニョム味。もうご飯にかけるだけかな。激辛って書いてある。へー、うま辛やった、うま辛やった。ワンパンソース、初めて見た。フライパン一つちょい足し調味料でアレンジは無限大。コリアンスパイシーって、いろいろ ありました。激推し相撲味噌、激辛と普通と特大。この特大でもすぐなくなるもんね。この間さ、激辛辛いって言ったやん。でもさ、唐揚げにつけて食べたらめっちゃ美味しかったよね。唐揚げ間違いなかった ね。かわいいランタンがあった。へえ、カルビ。お皿みたいな感じだ ね。かわいい、かわいい。めっちゃあるよね、アパレルがね、増えてるね、かなりね、うん、いいよね。こんなあったらさ、名前はちょっと私もわからんけど、ケルティかな。かわいいよね。かわいいじゃんね、かわいいよね。ママ好きそうやね、こういうのね。ちょっとこの辺のコーナー気になるもん、すごい。かわいいよ、靴下とかもね、かわいい。これ何、これ。ノダル。違う、ノダル、わからんね。ママが好きな、ほら、LL ビンじゃない。え、違うと思うよ。バイ LL ビン。あ、ほんとや。ここかい、ほんとやん、LL ビンだ。ママこういうの好きやんね。かわいいね、めっちゃしっかりしとる。化粧ポーチ入れみたいな、うん、とか歯ブラシとか入れてもいいよね。ほんとや、グラミチのバンダナとかあるやん。すごい、あ、かわいいじゃん。バオール、グラミチって
可愛い。ママもカバーオールいいんじゃない。今日も今日もカバーオール。今日ちょっとかぼちゃのパンツみたいな。こういったかぼちゃのパンツになる。もういいから。いっぱいありますね。いっぱいある、かわいいね、うん、いろいろ後で見よう。いや今見て。あ、今見て。やっぱこういうのさ一個あると助かるよね、寒い時さ。ね、中に着るの、ね、バッグもいっぱいあるよ、ほら。本当だ、なんかおしゃれだね。いいね、普通に使えそう。もうシンプルな感じだ ねこれなんてこれ。みかん袋の上等な感じ。あのほら、ガイロープでしとんじゃないと。ねえ、すごい。どんなの。こんなんとか。あ、本当だ、いろんなのがありますね。ねえ、これちょっと欲しいかもしれない。あのキャンプ用のバッグがね、ちょっとちっちゃいんよ、気持ち。これやったらいろいろまだ入りそうじゃん。もう携帯入れたら今のパンパンやもんね。そうそう、パンパンやけん、もうちょっと大きいの欲しいなと思ってさ。これめっちゃ気持ちいい、かわいい。何入れそれ。え、もう普通のバッグじゃないと。あ、手持ち。うん、普段使えるんじゃない、ほら。かわいい。かわいい。色もね、2つありますね、うん、普段使いできそうな色やね。かわいい。一回でいい。一回でいいです。なんか買ったんかい。買ってきた。買うんかい。買いました。見たい。じゃあ車の中で紹介しよっか。結局買うんかい。買うんかい。物欲が止まりません。はい、じゃあ買ったものはいくよ。あ、分かった。あれやろ、また相撲味噌買ったんやろ、なくなったけん。どうかな。はい、まず一つ目、じゃーん、末ぶこさんのバッグ買いました。温泉とかキャンプに行くときに結構エコバッグ持って行きよったよね。それをこの可愛いのに変えようと思ってずっと狙ってたやつです。ああ、もともと欲しかったところ。そう、インスタ見て欲しいなって思うよったやつ。大容量です。結局オレンジっていうか、あっちピンクみたいな可愛いやったよね。だってパパがさ、もうピンク一緒に。いや俺ピンクでよかったよ別に。いや一緒に歩くの恥ずかしそうな感じやったけど。いや別に全然そっちでよかったけど。俺はキャンプ場でめっちゃ目立つよって。まあ正気って何回も言うけん、じゃあもうこっちの色にしよっかつって。まあ無難にね、ほら今日の服にも合っとるよまた。いや店員の女の人はピンクが今日の服に合ってますよって言った。まあよかったじゃん、買えました無事、はい、もう一つあります。じゃじゃーん、マグカップ。マグカップかい。コレスって言ったっけ。あ、コレスさん、コレスさんのマグカップ、何色にしたでしょう。どうせ茶色やろ。じゃーん、白。かわいいでしょ。これで私はコーヒーを飲みたいと思います。これキャンプじゃないよね。でもマグカップ好きなんだってば。もうこれ家用ですかね。家用です。これで頑張ります、編集。まあ結局今日買ったこの2つは、うん、今が3月の中旬やけん、うん、ホワイトデーのお返しということで、うん、プレゼントいたしますよ。え、これもいいの。2個もいいの。いいですよ。嘘、本気。いいよ。やった、ありがとう。チョコレートもらっとったけどね。うん、本当に。いいよ。嘘、ありがとうパパ。Thank you。 え、本当にホワイトデーありがとう。え、本気。やったよかったね。よかった。はい、購入シーンは以上2点でした。ギリセーフ。ギリアウト。ギリセーフ。ということで、ママさん、ウッドさん、どうでした。いや、もう本当沼ですね。キャンプ、千人が来ても楽しいかもしれん。なんかこういう日用品で使えるのとかも置いとんし、まだまだ欲しいのいっぱいあったかもしれません。これでも物欲私抑えましたよ。抑えとった。あれも欲しい、これも欲しいって。すいません、撮影してないところでかなりあれもこれもこれもってこの人言ってますからね。あの ここのメーカーのね、あのコーヒーのやつも欲しかったもんね。そうあの一列全部欲しいってあのママ言ったけど。抑えるのがっていうか、俺が抑えるのが大変やって。まあでもそれほどね、いいセレクトがあるってことよね、うん、ウッドさんはね、うん、可愛いものたくさん。はいはい、だけん皆さん本当気をつけて来てくださいね、うん、ウッドさんには。クレジットカード持ってきたらダメかも。ノルディスクのテントも実は欲しかった。高え。
いや、いいけどね。うん、可愛かった。はい、ということで本日の動画はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。いいね、チャンネル登録、コメント、よかったらよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。ありがとう。パパ、ありがとう。あ、もやし生活じゃ。直して帰ろう。帰りましょう。これで今日飲む。そうですか。はい。なんかチョコのお返しが高くつくな、いつも。ホワイトデーってそんなもんでしょ。怖。ホワイトデー怖。